皆さんこんにちは、浅場亀川流チャンネルの浅場です。今日は、スーパーラジコン秋葉原店に遊びに来ています。もうすぐですねミニスカップ、横浜大会関東ブロック大会ですね、なので AWD の練習に来ているんですが、練習していたらですねなんかあれここスーラジだったっけっていう方がいらっしゃいましたので、ちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは。あれなんか僕今日間違って北海道来ちゃいましたかね。来ちゃいました。お名前お願いします。はい、いつもプロモーケーで見に行ってます。札幌から来ました福本です。福本さんです。兄貴です。お疲れ様です。ファイナル以来ですかね。そうですね、ですね、はいはい、なんかここでは結構お会いすることが多いので、今日会えて嬉しいです。今日はお仕事のついでか何かですか。はい、出張できました。あ、お疲れ様です。はい、なんか出張のついでにこうラジコンできるのがこのミニッツのいいところですよね。で、先ほどもすでにこの、86マスターズ車両をですね走ってんの見させていただきましたけども、いや、さすがでしたね。もうなんかいきなりこう来てポンとこう来てもういい走りをされてたので、でその、このマスターズ車両もなんかちょっと走らせるのに速度的にもちょうどいいですよね。そうですね、はい、全然でやるのが最高です。でなんかちょろっとさっき話聞いたらもうプロモ系の方でももうレースやると一番これが多いぐらいの勢いだって言って、一番エントリーですね。うん、やっぱり手軽なんですかね。そうですね、あとちょうどいいスピードと、あとほら年齢制限はあるけどショップレースでは制限つけてないんで、みんなこう挑みやすいカテゴリーになってますね。なんかスーラジとかだとエセマスターズとかって言われて、ワサさんあたりは年齢層足してないけども、はい、一応出てるみたいな感じで、遊ばせてもらってます。そうでもいっぱいいますよ、年齢足してない、若いマスターが。そうですね。福本さんも当然年齢足してないんですよね。僕はもうね、5年、5、6年前に足してます僕も足してるんですよで、ちなみにせっかくなんで、はい、もしよかったらこれマシンとか見せてもらっちゃってもよろしいですか。全然もう何も特別なことはしてないです。こちらが福本選手のマスターズ車両です。先ほどちょっと聞いたら、結構ですね、他の方もそうなんですけどマスターズ車両モーターマウントをプラのものを使ってる人が結構多いですよね。はい、で特にこれは新型の、04用のがついてるということになっています。結構そういう、話がなんか結構話題になっているせいか、売り場でこの04用のモーターマウント結構品切れになっていることも多くて、これはもう、ぜひある時には買っていただきたいななんていうふうに思っています。でそしてこのフリクションも、よく最近はマセボールとかなんかいろいろありますけども、これは普通に上下に、シンプルなやつですよね。ミニカッターでもないですね。これちょっとひっくり返して高さ、高さだけ調節してますね。でもフィクションこれあれ高さ調整してるのあれですか、車高下げてるとかの関係ですかね。したらそうですね、確かなんか入れてるから上がっちゃうんで、これをひっくり返して高さ、ちょっとした工夫はされているそうですけども、基本的にはこうシンプルな感じの、もう誰でも作れるといえば誰でも作れるものなので、すごくマスターズ車両はおすすめのカテゴリーなんじゃないかなというふうに思います。はい、では早速ですね、ちょっと、福本さんの走りこの後ちょっと見てみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、すみません、お疲れ様でした。どうでしたか。いや結構いい走りを見せられたと思います、うん、もう本当になんかこう初めてでいきなりポンって置いたのに、あの結構あのスーパーラジコン秋葉原店って路面結構ガタがあったりとかして、なんか難しいところありますよね、やっぱり。そうですね、はい、うん、その中でやっぱりいきなりこう走れてすごかったです。まあ、強いて言えばあそこの計測ラインの手前のところですね。あそこがどうしてもこう最後計測と思うとついあそこのこう刺さっちゃうんですよね。はい、あのわささんが多分よく刺さってると思います。はい、そして、はい、いよいよ今年も今シーズンもミニツカップ始まってますけれども、今度もう今日撮影日から2週間後ですかね、土日で関東ブロック大会というものがあるんですけれども、はい、福本さんは参加されるんですか。します。いやちょっとこのなんだろう、北海道からはちょっと遠い気もしますけども、全然来ちゃう感じですか。ちょうど仕事が、はい、あのうまい具合にはめ込めたんで、あ、はい、ちょっと飛行機代会社に持ってもらって。なるほどなるほど、いいですね、最高ですね。まあクラスの方はじゃあ当日のお楽しみみたいな感じにしておきましょうか。そうですね、うん、まあ、初日はナローとナローとオープンですし、はい、2日目はワイド、AW、マスターと、どれに出てもおかしくないですからね。どれに出てもおかしくない、うん、オールラウンダーですからね。しかもどれでも代表権取れるという。いやいや、うん、今年のファイナルはどの福本さんが見れるのかちょっと楽しみにしたいなというところもあるので、取れなかったら北海道に取れます。はい、まあまあどこでもあのチャンスあると思いますので、ぜひぜひ、はい、このカラーリングぜひ皆さん覚えておいてほしいと思います。はい、でちなみにちょっと今ファイナルの話も出たんですけども、はい、この間のファイナル今更のところもあるんですけど、どうでしたか。いやー、あの1日目飛行機飛ばなくて僕行けなかったんですよ。あ、そうでした、そうでした。だからね、これでもあのプロ模型にコースを引いてみっちり練習はしてきたんで、うん、まあ悔いはないです、うん、まあ、2月の大会は北海道結構ね飛行機が飛ばなかったですよ。そうですよね、ちょっといつもドキドキしてます。やっぱりそういう面では、まあ、僕も今回、まあ、僕はあの今回出れなかったんですが、まあ、毎年ファイナルっていうといつも東京、僕在住で、はい、まあ、関東で必ず開催されてたんですけども、ね、今回初めて、はいはいはい、まあ、名古屋ということで、ちょっと遠征っぽい形に初めてファイナルで参加したんですけども、うん、あのまあ、地方っていう風に言っちゃっていいのか分かんないですけども、はい、まあ、関東以外 の地域に住んでる方は毎回こんな大変な思いをしてファイナル来てるんだなっていうのをちょっと改めて感じて、特にやっぱり九州とか北海道の方々は飛行機を使ってわざわざ来られてるということで、まあまあ、の巨匠さんとかやっぱり そこら辺をもっと、苦労してるんだぞっていうところはもっとこう分かってほしいところはありますよね。いやでもね、行くのが楽しいんですよ。あ、本当ですか。お金かかるけど。そうなんですよ。逆に僕が北海道でファイナルだとちょっと悩んじゃうとこ正直あるので、まあ、毎年来られてるので、はい、本当にすごいなと。浩司さんなんか本当毎年来てますからね。そうですね、やっぱね、あの年に一度のお祭りみたいな感じなんで、あそこに行きたい思いで頑張ってます。そうですね、僕も去年出れなかった分今年は何とか出れたら嬉しいなと思いますので頑張りたいと思います。はい、というわけで今回はですね、スーパーラジコンに来たらあれ北海道に来ちゃったかななんて思う、ファイナルの大重鎮の、福本さんがいらっしゃいましたのでお話を伺いました。ぜひ今シーズンもですね、はい、お互い一緒に頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。